はい、どうも、メロロクでございやす。今日は、3S 湘南さんの方に、宿泊しております。今日はね、ちょっとね、雨なんですよ。なので、外食に出かけるのはどうかなということで、ラスカの地下の、花丸ダイニングさん、ってところで惣菜を買いました。鶏と大根のなんか煮物みたいな。100グラムって言ったらなんかこの1個ずつなっちゃったね。200円すればよかったかな。はい、それと、まあ、ジョンガーの50男です。こういうものが無性に食べたくなったので、こんにゃくのなんかピリ辛煮とかって言ってましたかね。厚揚げとこんにゃくです。よいしょ。おいと、メインは最近ハマってる、花丸ダイニングさんのタレメンチ。私はあまりメンチカツって好きじゃないんですけど、このタレメンチはね、なんか美味しいんだよね。はい。で、まあ冒頭というか、最初に出てきましたが、崎陽軒さんの、まあシウマイ弁当もちろん美味しいんだけど、最近のマイブームは、お稲荷さん。なり寿司です。今宵のディナーです。ヒントがなかなか。うまいんじゃ。いいよね、こういう、なんつうんだろう、半熟じゃないというか、煮卵的な。何気にちょっと楽しみなのはこんにゃく。こんにゃくばっかで厚揚げはあんまりないな。もうこれはこれで美味しいね。はい、崎陽軒。お稲荷さん。あんまりお稲荷さんを紹介する動画っつうのもあれだけどね。うまい。うまいんじゃ。で、最後はタレメンチかな。
しょうか。ピンと合うかな。まあ合わなくてもいいか。あとは一風呂浴びてサウナに入って、21時から、23時までかな、締めのお茶漬けというのがあるらしいので、まあ小腹が減ったらそれを食べて今日はしまいにしたいと思います。ではでは、バイナラ。